開演。どうも、本日はこちら玉露園の梅子減塩梅昆布茶を飲みたいと思います。以前の昆布茶と普通の昆布茶とは何か違うのかな。では飲んでみます。と言ってもそこまで酸っぱくはなく、まろやかに飲んでしまう。まろやかな飲んでまろやかになってます。酸っぱいのが苦手な方にもいいかもしれません。シューさんの梅干しともなもコメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。